いやー、ほんと、この人、うぜえなー。北のロッキーチャンネルどうもロッキーでございます。おばんでございます。えーと、今日の動画なんだけれども、ズバリ、釣り場にいる、うざい釣り人あるあるについて語ってみたいと思います。意外と、これいうのやってなかったよね。まぁ、あ、ちょっとポンポン話を進めていきましょうか。まぁ、あ、あの、釣り場に行くとね、まぁ、あ、いろんな釣り人がいるわけよ。 で、年齢層も様々、性別も男女問わずいるし、で、ま、いろんな性格の人もいるんだけど、ちょっとこの人なんか嫌だなとか邪魔くせえなとか、っていうね、あの人ってやっぱりいるんだよね。で、それをちょっとね、あの、上げていきます。えっ、ー、と、まず一人目、めちゃくちゃ話が長いおっさん。はい。で、これなんだけど、まあ、あの、まあ、おっさんに限らずなんだけど、まあ、めちゃくちゃ長い、 話をする人話しかけられて。例えば自分が、まあ、釣りしてるじゃないそしたら、あのー、要は暇なのよ、その人。で、しかもあのね、あの、寂しいんだよね、そういう人ってね。とにかくね、いや、先週ここでね、あのー、もう結構爆笑したんだわ、とか、なんかそんな感じから始まってさ。で、それがまたね、もう俺が前、 実際に肌、あのー、この肌で体験したね、なまらなげえ話。あのー、先週の話から始まって、で、今度、あのー、その人おじいちゃんだぜ。60で後半ぐらい、70ぐらいか。そのおじいちゃんの5歳ぐらいの話まで遡ったからね。お前65年も遡らんくていいって釣り場でっつって、チップヤドでつって。ははは。 いや、まあ、まあ、そのまま、はいはいはいって聞いてんだけどさ、俺はさ、お前、うざいぞ、どっか行けって、そんなこと言えないからね。まあ、ちょっとその話が長いっていう人が、まず、あの、一人、一人目というか、一パターン目ね。で、あのー、二つ目、ね、すごい大げさな人。はい。で、これなんだけど、あのー、例えばね、釣りしてるじゃないっったら、まあ、あのー、話しかけてくると。 で、それで話しかけてきたら、いや、兄ちゃんって、先週なって、そこらよ、俺の釣り仲間がよ、こんなカジカあげたんだわ。これあの、80センチぐらいだから、これ。ははははは。あんで、まずね、こんなのあげたんだわって言ったら。実際こんなのよ。こんなのを、こんなのって言うから、いや、タラじゃねえかみたいな、感じっカジなんだけど。 ものすごくオーバーに言うんだよ。だから、そういう人の話は、まあ、話半分っていうか三分の一程度に聞いておいた方がいいと思います。で、結構その、いろんな人に言ってっから、もうどんどん、なんか、なかったこともあったことのように、なんかこう、自然と喋っちゃう場合もあるから、そういう人の情報はあまり当てにしない方がいいと思います。いや、びっくりじゃん。こんなカジカってって、石狩りでこんなカジカって知らん。聞いたことねえぞ、これって。 しかも80センチぐらいとかさ、なんだそれって思ったんだけど。で、次に、あのー、三つ目なんだけど、あのー、バケツ覗く人、勝手に。あの、三脚立ってるじゃない。まあ、俺は投げ釣り師だから、投げ釣りの話してるけど、三脚あってね。でさ、三脚にさ、バッカン、バケツぶら下げてるじゃない。でそれをね、こうやって見えるんだよ、こうやって。魚入ってるかなと思って。 でこれがちょっとね、あのー、うざい。うざい。あのー、これって、なんだろう、例えるんだったら、人の財布勝手に覗いてんのと変わらんのよ。だから、これ絶対に皆さんこれやらないでください、反面教師で。バケツ覗くって余ってって。なんか、なんかつ、なんか、バケツの中何か入ってんですかとか、聞いてから覗くんだったらいいけど、 どうせ俺バケツの中に魚なんてべったり入れないから、あの、磯とかだったらね、入れるけど、磯だったら誰もいないからさ。港で釣りするときにバケツの中に魚って入れないからさ、これ。なんもただ水張ってるだけなんだよ。なんだけどこうやって見るんだよ。あんま良くねえなっていう <laughs> のがあるかなまあこれ三つ目でしょ。で、あのー、今度四つ目なんだけど、あのー、なんだろう、 ショバトみたいいな人はい、でこれいきます。えっとまず例えばじゃあ港で釣りしてますと。で俺ともう一人釣り仲間がいます。まあ誰でもいいよ。あのー、お俺俺さんでもいいし侍さんでもいいしあのー、リパさんでもいいし誰でもいいんだけど、まあ、いい釣りしてると。でこっちでも誰か釣りしてると。で,こっ,で,とでこっちでも誰か釣りしてると。って言ったら。 一人テクテクテクって来て、まず俺たちの方の話をする。で、話してる。で、次でこっち行く。たらこっちで、いや、向こうの人がこうやって言ってたぞ。って言うのよ。悪口とかじゃないよ。で、次に、真ん中の人と話し終わったら今度こっちに行くのよ。で、こっち行ったら今度、俺と真ん中の人の話をそっちでしてんのよ。で、最後、 帰ってきて、き俺と侍さんが釣りしてるところに来て「いや何かあそこの二人二組なん,かこなんかこうやってこうやって言ってたわ」みたいなあのそういうのね「あの伝書バ, <laughs> バト」って言うで伝書バト伝書バトが実際にあのいたのよ伝書バトおじさんって別名呼ばれてるおじさん今あんまいないけどいてあの俺が知ってる人でまあ 俺、ここにいて真ん中にもう一組いて、こっちの人がもうブチ切れちゃって、この伝承なところって言って、そういうね、一見があったのよ。だから、なんか、なんか、こう、トロ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 してるでしょまあ、あんまりちょっとよろしくないかなっていうふうには。まあ、俺はね、その人に怒りつけたりとか、そんなことはしないんだけど。まあ、あんまり、あんまりちょっと気持ちよくはねえな、みたいな。そんな感じがするから。で、あと、 えーっと、今4つ目ってうか五5つ目あのー、もう、あた、頭ごなしに否定してくる人。はい。兄ちゃん、今日ダメだって、潮悪いから。ほら、もう、海水温上がってくるからダメだ海水温低いけどダメだこれ。あのー、湿気だじゃん。この間だ。からもう、そこあれしてるからもう、釣れねえよ、こんなの。って言ってくる人。 <laughs> いや、こっちは、せっかく、釣りしてんだから、その気持ちをなえさせてくれよっていう。そういうパターン。いやー、ほんとね、なんか話せばいっぱいあるんだけどさ。なんかもう、ほんとまあ、人、人、魚を見る楽しみがあるじゃない、釣りって。なんだけど、それ以上に、魚以上に人の方が見るじゃん。どうせ釣れねえんだから 魚釣りなんてさ人の方が釣り人の方が多いんだから魚よりだからちょっとねそういうあの感じの人もまあいるんで皆さんもちょっとまあそういう人もし釣り場で見かけたらまあ温かい目で見守ってあげてまあ怒ったりしないでねまあそれもまあ楽しむぐらいの同僚がないとねまあそこも込み込みでのあの釣りの 楽しみってこともあるからなんか思い出したらニヤニヤしてきちゃったはい。というわけでございまして今回はちょっと嫌だなっていう釣り人さんのお話でございましたちょっと短かったけどね。ということで「北のロッキー」でございました。キロッーチャンネル